映画ワンピースフィルム Z の公開に先駆け、1日だけの特大イベントワンピースアワードが開催され、豪華声優陣が出席しました。おお、うわ、海賊王に俺はなる。ありがとう、今日1日盛り上がりましょう。背中の傷は剣士の恥だ。相手が風と海なら後悔してみせる。この船の航海士は誰？マーヴィスだ。六本木ヒルズの部下たちよ、楽しんでるか。よ、お待たせ、プリンスだ。俺の名前はトニートニーチョッパー。世界で一番偉大な医者がくれた名前だ。みんなせーの、かわいいって言われたって嬉しかねえぞ、神山が。嬉しいんだ。私たちとここにいる皆さんが一斉に潰れたら、このアリーナは赤く染まるかしら。ワンピースフィルム Z スーパー。海パンじゃなくて悪かったな。さすがに寒いぜ。よほほほほほほほ。死んで骨だけ、ブルック役の長でございます。スーパーサイヤ人じゃございませんよ。この映画はルフィ率いる麦わらの一味と全海賊抹殺を企む元海軍大将 Z との戦いを描いた物語。今回のゲスト声優、篠原涼子さんと香川照之さんもイベントに出席。そこにブルック役の長さんが篠原さんに向かってあの名台詞を言いました。すいません、パンツ見せてもらってもよろしいですか。だよ、ほら。すいません、本当すいません、本当にすいません、申し訳ありません、すいません、うちのが本当にすいません。声優の皆様方に、この映画の見どころを。この映画の見どころはルフィと Z の素手の喧嘩のような戦い、お楽しみに。この映画の見どろこはゾロも戦いました。大迫力のバトルシーンを、まあ誰とかなみたいな話ですけど、正直隣に立って戦わなきゃよかったっていう感じもしています。もっと仲良くできたらよかったのに。この映画の見どろこは今回もですね、みんなコスチュームすごく面白いことになってます。ナミもかなりサービスしてますし、男子の皆さんもサービスしてます。この映画の、見どころは、あ、間違えちゃった。間違えてねえよ。見どろこは一言で言うと、こう冷やし中華始めましたみたいな感じで、かっちょいい映画できましたっていうね、そんな感じですね。長年の因縁であります、隣におりますクソ剣士、ここで決着をつけてやろうじゃねえかということで、お互い強敵と戦いますけれども、どっちの方が強いんだということをはっきりさせますので、そこら辺が見どろこだと思います。絶対負けねえがんな、これ。そんなシーンあった？俺の中で勝手にそういう風に位置づけてましたから。ごめんなさい、もう一回ちゃんと見直します。ちゃんと見てください。まとまってないの、頭の中がね、まとまってないぐらいいっぱいあるっていうところが見どろこ。かわいい、かわいいって言うな。みどろこさんは3なの。本当に何といっても、あの海の男たちの Z をはじめですね、本当に男たちがかっこいいんです。一つ発見がありました。あ、フランキーって船大工だったんだっていう、それがみどろこさんです。このみどろこはですね、また歌います。ちょっと歌わせていただきます。骨だらけの男に会いに行こう。骨だらけの男に会いに行こう。聞いたことあるぞ、そのメロディ。骨だらけの男に会いに行こう。違う歌詞で歌ってたろお前。さあ、そしてこのワンピースアワードですけれども、ワンピースを応援してくださる皆様の心に一番残ったセリフを投票していただきました。そのセリフをですね、なんとこの場で
披露するというイベントでございます。このスクリーンではルフィの発表を行わさせていただきますけれども、仲間がいるよでした。中井くんが言ってほしかったのは別のセリフだったでしょ。どんなセリフ言ってほしかったの。言ってやるよ、お前が言ってほしいの。言ってみろ、本当ですか。言ってやるよ、うん、じゃあもう本当にボッコボコにされた、ボッコボコにされた手でズビバデンデッタズビバデンデッタ大好き、それが大好き。